このブリリズム面白い漫画だな。それがしのデビュー作でござる。プレゼントが気に入らないとぶん殴られるし、ケーキは一人で食べちゃうし、あのものすごい歌を聞かされるし、だから僕去年は風邪をひいたことにして行かなかったんだ。私は親類の結婚式に出るからって、僕は葬式に出るからって、その手があったわね。さよならのび太さん。炭治郎、妹が人を食った時お前はどうする？野菜も食えよって言います。先生、オンライン対戦で負けそうです。じゃあ切断しかありませんね。マンモス復活計画って聞いたことない？マンモス復活計画？ええ、マンモスは知ってるでしょ。ああ知ってる、これでしょ。ボロン、それじゃないしまえ。アンパンマンと誰やねん。若島津、お前の気持ちはわかる、だけど俺はあえて言う、そっちは女湯の入り口だ。ヒューガさん、悪いが俺は俺の道を行かせてもらう。遅刻常習犯のブルー。二日酔いのレッド。服を全く洗わないホワイト。おばあちゃんありがとう。もう来んなよ。お正月おせちもいいけど仕事かもね。君、さてはよそもんだな。私メリン、今あなたの後ろにいるの。じゃあ電話すんなよ。ふう、満腹満腹。作るのも簡単だし値段も抑えられるし、いいなナポリタン。一人で作って一人で食べて一人で片付ける。なんでこうなったんだろう。おー、カウンターのみの店か。しかし店内暗いな。誰もいないし鍵もかかってた。へえ、生まれて初めて聞いたよ。その悪い癖、昔から変わってないわね。そうかな。 Hello everyone, good morning. というわけで今日も英語のレッスン始めていこうと思うんですけども、まず発音のプラクティスから始めていきましょう。それではいきます。ブリッジ。いい匂いだ。とてもいい匂いだ。めちゃくちゃいい匂いだ。こんなの初めてだ。すごいよこの匂い。お客さん、毎日うちの店に来るけど私に気があるの？店員さん、毎日この店にいるけど休んでないの？コブはジャイアンに殴られたの。左足は犬に噛まれ、右膝は車に轢かれそうになって転んで。知らなかったわ。あなた働かなくても損害賠償だけで生きていけるわ。コロナが治ってから冷たいものを食べると歯が痛いんだ。虫歯だよ。コロナの後遺症かもしれない。虫歯だよ。ラブクワイ。のび太がジャイアンと喧嘩するんだって。本当かい？殺されちゃうぞ。おい、のび太、殺してやる。そんな生意気なことを言ってるなんて許せねえ。でも一応セーブしといた方がいいよ。ほーら、足元がお留守だよ。今テレビの音聞こえましたよ。やめてくれ NHK。 授業というのは実に面倒くさいものだな。早く終わりにしよう。質問かね。いい質問だ。君可愛いね。質問？それぐらい自分で考えなさい。おい、スネオだって可愛いぞ。廊下に立ってろ、立ってろ。ばあちゃん、俺だよ俺。誰だい？俺だよ、俺俺オレオだよ。ナビスコ？うわー、お化け。あー、怖い。劇場版の日じゃな。いいか、こいつがヤーミンナ教のボスだ。どんなことがあっても捕まえるんだ。握りっぺだよ。この田岡萌一41歳。34年のバスケ人生の中でいろんなプレイヤーを見てきたが、どうしてシュートが入ると時々3点増えるんだ。どう？ちょっとすごいとは思ったけど、そろそろ荷物届けてほしいかな。俺だ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 。よーみんな俺だ。こいつらはイチャイチャ、俺の人生はめちゃくちゃ。それじゃ。よーみんな俺だ。この人はダイゴさん、俺の人生ダイゴさん。それじゃ。よーみんな俺だ。じゃあにゃ。よーみんな、これは役目を果たした電車、俺は役目を果たせず退社。それじゃ。あははは、それじゃ。よーみんな俺だ。なんだ、いつものパターンか。いっせーの、1。なんだのび太くん、まだ帰らないのか。それじゃあ先生が帰らぬ人にしてやろうか。助けてみんな、溺れ。これは新記録だよ。こんなに何度もゼロ点を取った生徒はいなかった。宿題は忘れる、居眠りはする、遅刻はする。先生はもうギネスに申請します。お年玉返せ。は、コンビニに突っ込むの忘れてた。もういい、俺が読む。なあ頼むよ博士、天才だろ。俺の体を元に戻す薬を作ってくれよ。無茶言うな、連載が終わってしまうじゃろ。俺は鱗滝さんに習ったことを毎日繰り返した。息止めや柔軟など基礎的なことも日記に書いておいてよかったと思った。ただ半年経っても岩は切れなかった。俺は鱗滝さんを切った。私の戦闘力は53万です。あなたはいくつですか？38歳です。先生、出血が止まりません。起きてください先生。人形サンタさん来てくれたよ。いけない、鎖国鎖国。うわ、アンパンマンだ。はい、こちら現場の村上です。たった今判決が出ました。100億円。あ、いえ、106円になります。いけない、被告被告。おー、これは見た目だけでわかる。間違いなく俺が頼んだやつじゃない。ごめんね人類。
逃げろ、あいつ自爆する気だ。ちょっと埃がまだこんなに残ってるじゃないの。本当に掃除したんでしょうね。早く家の中へ逃げろ。ついに来た、月曜日だ。そして輝くフルトラスト。はい、水に濡れて力が出ぬわ、顔を変えて変えて、あ、くださらなぬか。あのお客様、まだ温めますか。今のはメラゾーマではない、ヘだ。お前こんなとこにいたのか。なにサボってんの。あの女、やっと諦めたか。おい新入り。はい。一流の寿司屋にあるものとは。多分入りづらい雰囲気ですかね。そしてこちらご購入の皆様、なんとケーキもジャパネットが負担いたします。え、俺の相馬とこれだけ。 3.14159265359793238462646438。 それ以上言うでない。もしもし、主人が倒れました。はい、計画通りです。うーわ、修造から電話来たし、あいつだる。いや、ここだけの話ですよ。無職のあなたにチャンスがあるんですよ。友達を紹介するだけで儲かっちゃうビジネス始めませんか。無職に友達がいると思うなよ。おい、一緒に洗濯するなって言ったよな。ごめんホワイト。銀行はどこだ。いえ、あっちに交番があるので教えてくれると思いますよ。じゃあそこまで案内しろ。ママこれ何。考えちゃダメよ、たくさん飲みなさい。ひょっとしたら僕はこの家の本当の子じゃないんだ。どこかで拾われたんだ。拾ってくれた親に感謝だな。にまたに。あ、どすどす。あ、いとお菓子。たった一人の婚活パーティーというのもこれはこれでいいもんだ。君の瞳に乾杯。あちらのお客様から着払いです。まだ帰りたくないな。先生大丈夫ですか。ああ、これ君がやったことにしてくれないか。すいません邪魔です。おい、あいつ何なんだよ。金だろ金。うわー、1700。コピー機ってすげーな。サボるの余裕すぎ。君今クイーン置けたよね。どいつもこいつも本当にすみません。いや、最近のスリってすごいね。ねえあなた、運転するのはもうやめて。大丈夫、免許返納したけど運転はやめないよ。今日のコボちゃんは神回だな。こんな感じでどうでしょうか。おお、なるほどね。いい感じです。まあまあ、いくらいい子にしてなかったからってこれはないよね。ねえ、私の顔しっかり見て。何？私の顔よ。いや、見てる見てる見てる。案外大きいんだね。ラーメンつけ麺バクドラえもん。はい、もしもし村上です。はい、あ、自宅療養してます。昨夜未明、やっほーと叫び甲羅を投げつける事件が発生しました。撃っていいのは撃たれる覚悟があるやつだけだぜ。わかりましたから、とりあえず左肩出して。やっぱりなんだか気になりますね。いや、みんな俺だ。それじゃ最初はグー、じゃんけんぽい。はい、負け。悪いな、のび太、今回は一人乗りなんだ。元気でな。くそ、抜けねえ。やめろよ、そんなに優しくされたら地球滅ぼしづらいだろ。野原くん、箸の匂い嗅いでないで早く食べたまえ。ねえ、私っていくつに見える。一人です。7月30日朝顔の種を植えようと土を掘ったら、また石油が出てきました。僕の尻尾を引っ張るとぶん殴るよ。セリフ忘れた。私もよ。出撃前にお前のチャーハン食わせろよ。そうすりゃ絶対勝てるから。うん、2分でチンするから待ってて。いや、マジでどこに乗ってんねん。せめて靴とパンツ脱げ。よし、やるぞ。これで絶対に気が散らない。聞けよ。ダメだ、ボールペン見つからない。降ります、降ります。しずちゃんから電話よ。はいはいはい。ザ・ワールド。磯野、これがレクイエムだ。両替したいんだけど100円持ってる。ない。ない、ありません。 A カップは谷間がないんじゃないかと思っておった。ほら、スティッキーフィンガーズだよ。サンライトイエローオーバードライブ。俺も連れて行け。今日限りをもって瞬きすることを許可する。この帽子をお前にかぶせてあげたふりをする。面目ね、面目ね。死ぬかと思った。もうダメかと思った。光の速度で殴られたこともあるか。怖いね、この高さ。こんなに暑いんだから、これ以上の残業はかえって非効率だろうが。グーがパーに勝てるわけねえだろうが。わ、なんだなんだ、本当に切るやつがあるか。心配するな、シャンブルス。もう止めましょうよ。何やってんだお前。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくね。